割元は、江戸時代の農村における役職。割元の身分は私分に準じており、合資としての価格を付与されているものも多く、藩によっては、口を与えられていることもあった。立場としては、大官、軍大と昭屋の中間の立場であり、数家村から数十家村を一括支配し、年貢や諸役などの割り振り、指令などを行った。割元の職位は、 世襲によって受け継がれることもあれば、有力商や同士の五線で選ばれることもあり、地方によって異なっていた。地域によっては異なる職名で呼ばれていることもあり、王将や割本、中村、割元総代、割元名主、割元商や割商やなどと呼ばれた。職名の地域差については、次の通り中村、主に、加賀半量内割商や 主に、広島半領内割元名主、主に東日本。村の長を、名主と呼ぶ地域では、この職名が多かった。王将屋、主に西日本。村の長を、将屋と呼ぶ地域では、この職名が多かった。犬飼い武士、庭瀬藩の王将屋の家柄、中岡慎太郎、七が、土佐藩の王将屋、西田喜太郎、加賀藩の十村の家柄。 法事園岩波出版、1983年、2584ページ、金星後期症反量の支配構造に関する、比較指摘研究関西大学文学部、2014年、68ページ。ありがとうございます。